はい、ということで来ましたね。来ました。だいたいこの画角で始まるときはもうなんとなくわかりますけどしかも外、はい、外ですよね。でしかも見てください、グッドの T シャツ、グッドの T シャツ着てます。そうそう、はい、コーチンヒルの、はい、ということで、はい、今回やってまいりました、はい、グッドオンの 2023SS の展示会に来ております。でいつものようにまた広沢さんに喋り倒していただこうということなので今から展示会場に今回はモモも一緒に加わりまして、特別ゲスト、はい、今回は遊びに行きたいと思います、はいはい、行ってみましょう、行ってみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。お久しぶりだ。はい、お久しぶりです。じゃじゃん、久しぶり。今回は寺井さんもスペシャルゲスト、ね、スペシャルゲストで寺井くん来てます、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。から大沢さん、寺井さん久しぶり。はい、イエスイエスイエス。あ、ももちゃん初めてなんですよ。はじめまして。でもこれもね、広沢さん強いリクエストですからね。またメンズだけで食うなよと、ももちゃんに入れてポイントが釘を刺されましたんで、はい、よかったです。はい、ということで今回2023の SS ですよね。はい、確か、はいはい、ね、ちょうどこう梅雨明けて、はい、これから夏なんですけれども、はい、もう1年後です。早いですよ、はい、早い。もうね、早くやらないと、はい、大変なんですよね、はい、今は特にですね。そうなんですよね、事情もありますんで、はい、じゃあまあ今日も広沢さんに喋り倒していただこうということなんで、はい、たっぷり、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、まあ、グッドンね、はい、あるものっていうと、まあ、スウェットからなんですよ、はい、まあ、皆さんね、秋からずっと着ていただくんですけれども、はい、まあ、そのままあのフレンチテリーっていうね、まあ、春でも着ていただける素材を作っているので、はい、いわゆるこれですね、はい、ファイルが裏側で、もう馴染みですもん、なんかもうバンチ知ってるでしょ、これテリー、そういいっすね、うん、で前回もあれご説明したかな、実はこの秋からちょっとあの国内で紡績ニッティングすることになって、うん、そう、生地がでだいぶリニューアルします。はい、はい、そう、あのだいぶねふっくらするんですね、うん、と言いますのはその生地を編む編み機ですね、うん、これをですね古い編み機でゆっくり時間かけて編んでいくことによって、うん、こうだいぶ空気を含んで、はい、ふっくらするんですね、はい、でね以前作ってたものが、まあそうですね、これかパーカーですよね。じゃあももちゃんこれ、はい、触り比べてください。こっちが新しい方ですか。そう、全然違う。違う。はい。あ、違う。はい。はい、これはね、確かに。グッドンファンの皆様、乞うご期待ですよ。はい、この秋冬からだいぶ生地良くなるんで、はい、まあ一応秋からはリリースするんですけど、そうか、そうか。秋から、だから前回のね、展示会の時に感動してたやつだ、番長が。そうそうそう。だ秋と冬と春、その3シーズン、あの、はい、お買い上げしていただけると思うんで。うん、春にスウェットってね、皆さんあんまり馴染みがないんですけど、うん、意外とほら1月とか2月とか3月寒いでしょ、うん、いきなり T シャツは着ないんで、うん、まあ、私たちもそうですけどやっぱスウェットすごい重宝するんで、うん、やっぱり一番はあの肝よりもこういうフレンチテールにすると、うん、やっぱりそのなんだろう、日本の3シーズンの気候にね、はい、着やすいよ、着やすいですね、はい、まあ、皆さんね多分見てらっしゃる方、まあ、はご存知、ちょっともう馴染みかもしれないですけど、実は実は素材が変わってる、アップデートしてるってことですね、はい、そうなんです、はい、うん、でまあその1月2月ちょっとだん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 暖かくなってきますと、はい、あと今度 T シャツ生地、はい、これはもうヘビージャージ、はい、あのバンチョが太くなってきてる、はいはい、ああそうです、ね、そう、はい、あのヘビージャージってね、実はすごい万能な生地で、カットソーにもなるし、はいはい、こういうジャケットにもなるんですね。へ、はい、なるほど、だってショーツにもなってませんでした。ショーツにもなってるし、ね、パンツにもなってます、パンツにもなってる、はい、すごいですね、そうバンチョですね、はい、あとねこういうスタジャンなんかに懐かしい感じ、うんうん、はい、これはすごい万能なんですよ、はい、うん、さすが。3月あたりから、まあ、5月ぐらいまですごいこうちょっと T シャツの上に羽織るっていうと非常に重宝しやすい、うん、はい、うん、すげえ、またねテーラーズジャケットも出てきて、そう、いいっすね、これほらさすがになんか T シャツで出かけられない場所、はい、あるでしょ、中村さん ね、 あるですよね、大人になればもういい年ですからね40過ぎて、はい、短パン T シャツでずっと年中過ごせないって話ですよね。かわいい娘さんだっけ、はい、息子がいますから決めるときは決めろと、はい、これじゃダメでしょこれいやいや、グッドオン、グッドオン、グッドオンの T シャツもそうですね、こういう必要ですよね、これいいと思います、ちょうどいい具合、これサイズなんですか、いや、アイムか、じゃあ切れますね、はい、じゃあちょっとお父さんやっぱりちょっとビシッと決めて、はい、ちょっといい、あでもやっぱご飯屋さんにとか、ね、全然違う、ああ、うん、
これでお父さんと一緒でも恥ずかしくないはずです。中村ジュニアも。そうですね。授業参加の時ぐらいは。授業参加やっぱりね。ちゃんと決めていかないと。はい。はい、あけどいいかもしれない。本当に。ね、めっちゃいいっすね。いいですね。いいかも。おまけにほら、T シャツ着てたからさ。はい。ですよね。ラクチン。センターもラクチンだし、ね。持ち運びもいいし。いや、マジでいい。ラクチンですね。ラクチン。ありがとうございます。ありがとうございます。お買い上げです。バイヤー。バイヤー。そうですね。これしたらセットアップにもなれるよね。そうですね。ラズベリーですね。しかもね、パンツがその素材なの。そう、まあこれもほら T シャツ生地のボトムスなんですけど、うん、非常に形よく作ってるんで、うん、あのリラックスしてるんですけど、街でもしっかり履いていただけますよっていう。うんうん、いいですね。こういうのなんかもいいですね。そう、普通にスタジャンなんかはコーディネートしやすいんで、やっぱ結構人気なんですよ。ね、スウェットスタジャンっていう響きだけでも懐かしい。うん、え、かわいい素のリアクションです、これね。シャツなんか持ってるけど、ね、そう、あれだけど、でもめっちゃおしゃれじゃないですか、うん、T シャツ1枚で普通に羽織るくんにはそうね、買ってもちょうどいい、うんうんうん、着こなしてますね。だから丈感とかもいいね。そう、着る感覚としてはなんかロンT を着てる感覚よ、うん、T シャツなんて。そうか、そうか、ね、だかそう考えるとその着る時期って非常に長いと思います。まあ、1月、2月、3月、だゴールデンウィークぐらいもほら、うん、T シャツの上から掘ったりとか、うん、秋も全然着てるんで、冬は着込んだりとかですね。そうそうそう、うん、かわいいですね、はい、この春に新しく作ったんですけども、うん、まあ、さっきご紹介したヘビージャージに近いちょっとニュアンスでお作りしたのが、この T シャツ生地のパンツですね。さらにじゃあ薄くなって薄いね、うん、まあ、皆さんね、こう家で過ごす時間もだいぶ増えてらっしゃるし、うん、まあ、急激にこの暑さもね、あの外に出る方減ると思うんで、はい、まあ、涼しい家でリラックスして過ごすには非常に、でちゃんとポケットもついてるから、はい、あの街もちゃんと履いていただき、ね、4つポケットあるなら、はい、それは全然パンツとして成り立ちますね。そうそうそう、家着としても。そうなんです。この厚感のパンツってなかなかないんですよ。ないんですよ、うん、で意外とやってなかったんだから、うん、今まで T シャツ生地 はもう完全に初です。完全に新ネタ。そう、今年の春やったやつね。だって多分音質的に本当6から7音質くらい、うん、そんぐらいですか。いや、5.5 なんだけど、はい、結局染めてるんでドスメになるのね、はい、だからちょっと肉厚には感じる。さすがっすね、番長、触っただけである程度分かるじゃん。知らねえよ、番長。もう音質まで分かってしまう。さすが、さすが番長です。でも意外と実物見てみるとそんなに薄くないって。ないでしょ、見た目はね。そうそうそう、だからいいんでしょ。T シャツ生地っていうとこれ大丈夫と思うけど、全然街も行けてしまう。さらっとなんか、ね、めちゃくちゃ着心地が良さそうな気がする。あとね、もうずっと人気なのがこういう T シャツ生地を使ったパーカーがあるんですよ、はい、まあ、これはもう見た目から涼しげですね、ちょっとね、はい、これ今鈴木さん以後で言ってるんですよ、はい、でももちゃんほら長袖着てるし、はい、やっぱりほら長いこと撮影とかでさ、はい、スタジオにいるとクーラー効いてて冷えてるの、うん、はい、でそういった時にこういう T シャツ生地のこういう羽織があると非常に皆さん重宝するんですよ、うん、だこれ僕らもそうなんですけど、結構こうカバンの中に入れといて、こう長時間電車で移動すると結構冷えちゃったりするから、こう羽織ったりとかね、うん、まあ本当こうファッションもそうなんですけど、実用で作ってる品番がもう人気になってずっと定番に君臨してます、うん、すごいですよ、もうライフスタイル、あらゆるシーンにグトーンが、家着も、外着も、もちろん、はい、オフィスでも。さすがもうファッションを超越した、はい、まあ何でしょう、こうデイリーウェアですから、はい、まあ当然、おしゃれな方たちが着ればファッションになりますし、はいはい、そうじゃない方のこうデイリーウェアにもなります。はい、グトーンは世の中すべての方がターゲットです。俺めっちゃいいパス出したっす。結果めちゃくちゃいいパス出してしまったな。最近いい後悔した。あらー、これいい流れができてしまったなと思って。今ロンティーの後も、はいはい、定番の T シャツが、はい、だからもうね、じゃあここからちょっと番長に紹介してみる。はい、いえいえ、これですよね、はい、いきなり切ったら肩の力ちょっと今固まりましたけど、いきなり肩の力が入ったいきなりこうだったからですね。はい、まあこれがもうヒューオンス の、うん、あのヘビージャージですね、うん、はい、で番長はこれのほらフットボール着てたかな、はい、あ自分これ持ってます確か、これの赤の、はい、そうそう、これあのよく着てるやつ、はい、自分はフットボール系の黒を持ってます、ね、はい、まあだから本当生地がねこれしっかりしてるんで、うんうん、あの本当1枚で着てもあの、はい、まあそれこそこうボディラインとか気にせずに、はいはい、あの1枚でも着ていただける方多いんじゃないかと思います、はい、自分一番気に入ってるのは意外とこのネックラインですね、そのこれがへたれない、いやすごいですよ、すごいと選択して、ね、これかなり頑丈な、これ広沢さん、さらにいいこと言いましょうか、うん、最近やっぱ中村ジュニア生まれたじゃないですか、うん、あの保育園の都合で毎日洗濯して毎日乾かさないといけないんです、うん、だから毎日マジ乾燥機、ドラム乾燥機回すんですよ、
それでも全然変わらない。そう、そりゃそうなんですよ。そこがすごい。そこがいい。でしょ。まあそもそもですね、もう皆さんにお届けしている状態っていうのが、はい、これまあアトゾメトリーで染色してますから、はい、すごいお色によっては10時間ぐらいの染色工程を得てるわけですよ。うんうん、はい、でその、ね、中村さん家の乾燥機に入れても一切伸び縮みしないっていうのは、はい、もう本当に巨大なあの乾燥機に入れて最後乾かして、皆さんにお届けしてるんで、はい、もう縮み切った状態なんですよね。だからもう皆さんご購入されて、お洗濯しようが乾燥機量が一切変わらないですね。素晴らしい。これはもうお墨付きです。はい、そう、ありがとうございます。結構すごいかけます。かけますね。かけます。だからね、小さいお子さんがいる両親とかのね、うん、T シャツこの場の時期だったらめちゃくちゃ重宝します。うん、あ、そうだよね。番長ちも乾燥機かけるって言ってたもんね。そうそうそう、うん、もう乾燥機です。通過しました、だから今回。すごいな。服と一緒に入れても乾燥機が。はい、そうそうそう、はい。まあね、皆さんも体感してる方は多いと思うんですけども。はい、うん、まああとそうですね、まあほぼ定番が多いんですけど、けどなんかカノコとかありますか？あるんですよ。ありました。ファイヤーあ、そっか、うちがやってなかった。なんか失礼しました。それは失礼しました。あ、でもそのカノコっていいなって思いました。そう、これね、パラミ絶対新作だ。カノコっていうとポロシャツ想像するでしょ、はいはい、これね、でもほらあんまりカノコのポロシャツっていうとね、あんまりほらちょっとこう、まあ確かにちょっと大人になりすぎちゃう、ポジさんの方に考えたいで、実はこれ T シャツにするとね、うん、非常になんかこう通気性が良くて、いや、いいですね、着心地がいいんですよ。なんか上品に見えますね。うん、そうそうそう、うん。でも私は初みたいな気がします。ね。はい、バイヤー？チェックします。これね、この動画の内容が大体オーダーに反映されています。もうね、確信犯だ。そうそう、今数字を伸ばそうと今広沢さんも頑張って。やらしい。ありがとうございます。オーダーが伸びる伸びる。個人的にはこの解禁シャツ。あ、これね。おろって続き着てるやつじゃん。着てるやつね。これ結構問い合わせいただくんですけど、はい、今欠品中なんで。あ、もう間もなくお届けできると思います。なるほど、はい。これいいですよ。しかも今年解禁シャツ流行ってるじゃないですか。ああ、そうですか。あ、ですね。フォロー。うん。ですね。そう、これのいいとこはもう本当定番でやってる T シャツ生地なんですけど、はい、まあ僕はね、もうこれ T シャツ生地なんで1枚できちゃいます。うん。あ、鈴木さんなんか何も着ない。あ、でも僕も結構タンクトップとか、その首元はあんまり見せない。あ、じゃあ裸ける感じですね、結構。うん、そう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 。この間あれですね、イベントの時も着てましたよね。そう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 。結構動画見ると着てるもんね。はい。だから着てくれててありがたいなと思いますけどね。うん、あ、使いやすそう。もうこれだけね、毎年暑くなってくると、うん、はい、まあ確かに。意外とタンクトップって皆さんね、うん、そのなんか意外とこうぴったりするものしか持ってなくて、うん、実はこれ T シャツ同じステップなんですか、うん、あ、あんまりこうタンクトップ1枚で街歩く人、いや、俺らの年代はなかなか厳しくなってきますよ、はい、やっぱ鈴木ぐらいこう鍛えてるわ、体を、はい、全然かっこいいね。ぜひ鈴木さんにこれちょっと着ていただきたい、ね、僕も確かにそのなんていうか身幅の詰まってないタンクトップ欲しいなってちょうど思ってたんです、はい、うん、意外とないんだよね。そうそうそう、ボディフィットするのしかなくて、うん、はい、リブよりもこっちの方が多分使いやすいと思います。ああ、なるほどね、はい、あのマッスルフィットのリブじゃない。そうそうそう、はい、街で見かけないものを意外とグッドンは作ってます。あ、だからポロシャツもそうなんですよ、はい、ポロシャツってほらカノコのものしかないし、うん、選択肢がないんですけれども、うん、やっぱりこういう T シャツ生地のやつってあんまりないんで、うん、だからこういうポロシャツとかタンクトップとか、うん、意外とグッドンでは非常に人気なんですよね、うん、チラチラちょっと出てきてる、こちらの赤、はい、見たことないと思います。あ、新色なんですか。そうなんです。それがですね、こちらになります。はい、おー、じゃん。あ、お、そういうこと。そういうことなんです。あ、まあ、前回もそうですけど、また名前が、ネーミングがしゃれてますね。はい。なんと、フラミンゴ。フラミンゴ。フラミンゴ。いや、全然違う。いやいや、もう見えてますからね。しゃれた名前つけますね、やっぱ。はい。名前結構重要なんで、ね。いや、重要。確かに、そういう色味だもん。うん、そう。これあれですね、ヴィンテージの T シャツ何回も洗った洗った後の、なんか赤みたいな感じ、うん、まあ。大正解。やっぱそれぞれ答えさって、なんか自分が一番気に入ってる古着の赤い T シャツを職人に持ってって、こういう何回も何回も作り出す。すごい。だからおそらくもう他社さんでは絶対できないよ、それ。まあ、本来ね、他社さんがやると、まあ分かりやすい赤になるとは思うんですけども、はいはい、まあ通常の赤っても過去にいっぱいやってきてるんですよ。だもう多分他にはない色だと思います。でね、ほぼ、夏やってる定番に、お色があるんですね。ある。ああ、いいな、じゃあ。中村結構赤好きなんです ね、 ですね。だからこれね、はい、絶対好き系だな。おヘビー、あ、これ、中村さん、これ。はい。ああ、いいっすね。はい、解禁シャツもあったでしょ、しかも。はい、あ、そうそう。これは鈴木さん、はい。なんかいい感じ。あんま赤のイメージないんですけど、ね、うん、
シャレテンなフラミンゴっていうのがまたいいな。はい、鈴木さんおすすめの解禁シャツ。ラスベガスのホテルがフラミンゴ。あ、そうだね。あれ、あれ見たらね、アメリカだなと思うもん。はい、ももちゃん、スカート。はい、かわいい。じゃん。スカート。お、ロング丈。そう、これ巻き下丈のスカート。ああ。本当でもいい色ですよね。いやでもめっちゃいい色ですよ。ピンクっていうか、起伏した赤っていうところがやっぱいいですね。伝わります。うん。いい。ナイスだな。まあ、ウッドはね、まあ、こうカットソー以外にも、そういう素材を使って、これ結構細くなってるんですよ。はい、かぶり物。はい、まあ、野村さん、ほぼかぶってるんで、いつもね。そうですね。そう。こういうね、ベースカーリキャップなんていうのはね、T シャツ生地を使ったの結構定番でやってるんですよ。柔らかい。これもヘビージャージですか？そう、これヘビージャージを使って、でこんなのもそう、こっちもこれは違う、ヘビーじゃない、これもヘビー、これもヘビー、確かに、確か柔らかい気がするね。これヴィンテージのミリタリーキャップとかワークキャップありますよね。この一番短いデザインですね。そう、でほら芯が入ってないんで、うん、ああそっかそっか、こういうのって面白いんですよ。ちょっとここ振ってね、はい、汗かいてもこうお洗濯して、ね、ああそっか、それ大きいっすね。色味的には中で一応モチーフにしたのは気にせずかぶれるっていう、ああいう安武さんみたいに自転車乗ってる方、うん、ああサイクリングキャップ、サイクリングキャップ、かわいい、かわいい、こうしたくなるですよね、こういうのね。わかりますか、はい、似合ってます？似合ってます。ああ、買おっかな。マイヤー。さっきはそのちょっとお金持ちマドム、お金持ちマドムのバイヤー。バイヤー。ちょっとハマるなそれね。この辺はね、ちょっと継続してやってる。来年ちょっと新しくやるのが、あのほらワッチキャップをね、夏でも被りたいっていう人結構多くないですか？ああ、わかりますわかりますそれは。これをね。10番単身って結構太い糸を使って防石してちょっとニッティングしたんですけど、名村さんもかぶるじゃん、よくかぶります、やっぱロトと愛用者としては。こういうねコットンニットのあれはすっごい重宝するから、これも同じ類ってことですね。同じからグッドの愛用者になっちゃいますよ。あらららら、生地とかぶって、夏でしょこれ、暑いけど、暑いけど涼しくかぶれるってことですか。もうそれ夏もこれ耳入れた方がいいかも、冬もいけちゃうかな、懐かしい感じかも。こんな感じで一回かぶってみて。あ、曲げたがる。ロールアップしたがるな、番長は。浅くでしょ？浅く。ああ、でもなんか、中村さんのイメージこれじゃない。確かに。ちょっとロトとのイメージがね。ちょっと、ダイヤ。ダイヤできてます、俺。ダイヤできてます。中村さんの、かぶり方のイメージだと。確かに、これ、馴染みきますね。あ、でも、意外と、バイヤーいきますね。バイヤーですよこれ。でまたほらこのピグメントが結構いいでしょ。こう表情が出て、いや凹凸があるから濃淡が出てる。経年変化出てる。そうそう。これまたこの赤いいっすね。この赤の落ち具合はいいっすねこれね。これもあれですか、フラミンゴ？これはねFレットにしました。ピグメントだけどこのねちょっと色あせた感じの赤すっごいいいっすね。そうですね。このちょっと表面が白っぽくなって、奥の方が濃ゆい。すごいすごい。いいこれ。私はこうなって、したがります。浅く、浅くかぶりたいからね。いや、これ間違いないですから。もうオーダー入りました。ありがとうございます。バイヤー。バイヤー。イントネーションも違います。上がっていかないと。あとは、さっきご紹介した、ダブルパイル。あ、これを使ったちょっとワッチキャップなんていうのも。すごいな。まあ、このままかぶっていただいてもいいですし、まあ、一つ折り曲げてかぶってもいいですし。ちょっとこのビッグシルエットっぽい感じ。ちょっと緩いですね、これ。ちょっと。あ、いい感じ。結構、2000年代ファッションっぽい感じ。まあ、通常にね、ほら、街で被ってもいいし、なんかこう、髪が、なんか海上がりとかさ、なんかそういう時もいいんじゃないか。髪の毛濡れてると、こうなんかしまって、こう、入ったりとか。確かに。ありか。いい感じ。サーファーの人とかね、ちょっと似合いそうだな。海上がりのサーフィンしてるかっこいいおじさんがね。あとほら、最近流行りのほら、サウナハットみたいなのも。ああ、いやいや、言ってる。変に積もりました。なんで、どこが積もったんですか？逆にどこが。一瞬なんか、広沢さん、髪は長いから、ちょっと女性に見えちゃったっていう。ああ、そうかね。それが面白かったですね。女性に見えた広沢さんが面白かった。そう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 。俺の中でね、一人だけ積もっちゃった。確かに、それは誰も共感できなかった。そうそう、誰も共感できなかった。そのツボは。面白いことしたんだ。
いやでもそういった意味ではめちゃくちゃいいですよね、うん、いいですね、夏におすすめ。まあほら素材がねやっぱり綿ですし、うん、やっぱり着てもいいし、かぶってもいいし、履いてもいいんですよ、うん、いろんなものに活用できたら、うん、あのファンの方たち喜ぶかなと思って、はい、で今日中村さんほらせっかく、はい、あの我々の一番人気のこの T シャツ着てる。いやこれめっちゃいいですもん、はい、これインスタにもあげましたけど、はい、このねいやこれはね、はい、いいのはグッド、グッド、これがこれはもう最高で、はい、じゃあこれは、はい、これもこれもこれもグッドオンしてるんですよ。仕込みじゃないですからね。これ別に仕込みじゃないと今日ちゃんと朝出る時からこれ着てますからね。今冷やめてる、はい、そうそう、あでも大きさも一緒だって同じ、まあ、そうファンなんでしょ。そうそう同じです。でこれは何かと申しますと、はいはい、まあ、エコバッグなんですよ、うん、結構大きいですね。そうです、まあ、結構代用あこう物がいっぱい入るんですけど、うん、なんか素材しっかりしてますね、うん、で本来ほらグッドンが作るエコバッグって T シャツ生地を連想すると思うんですけど、うん、やっぱ T シャツ生地だと耐久性がないんで、うん、まあ、あえてこれナイロンなんですけれども、うんうん、はいはい、じゃあグッドンがどこで登場するか、はい、じゃんこの内ポケ見てください。あーじゃーん、はい、T シャツ型、はい、じゃ見てくださいよ、はい、いきますよ、はい、じゃん要はこれで持ち運びができます。かわいい、すごいかわいい。そう確かにいいでしょ、うん、これ赤ちゃんに着せればいいんじゃないですか。いやもううちのジュニアはうちのジュニアもさすがに1歳を迎えましたもう入りませんさすがに入らないこれ女子とかいいでしょ、ね、大きさすごいかわいいです。ちょっと持ってみた、はい、大きさもちょうど良さそう。かわいい、配色もかわいいし、ね、いいですよね。かわいいですね。おもちゃん可愛い出ました。あーいいかわいくないですよ。ねえ、はい、普通にでも使い勝手も良さそうなサイズだから、もちろんもちろん、うん、はい、いいですね。意外とこういうのもあるんで、うん、そう、しかもこのリップストップのナイロン使って、そうよ、この生地がしっかりしてるの、耐久性が見えるのがめちゃくちゃあるし、ね、これはまだ別売りになってますね、この人、あ人形はね、はい、かわいいです。でカラーもカラーもこの色してる。いやかわいい。で最後ね、こちらがもう我らが寺井さん、はい、来ましたの商品ですね、こちら、はい、この展示会場では初登場ですよね。そうですよね。あ、そう、はい、もうなかなかこう、はい、メディアには出ません。貴重な、はい、貴重なんですよね、はい、そんな初登場ということで、はいはい、よろしくお願いします。公平寺井でございます、はい、まあね、もう皆さんご存知の通り、まあ、彼はこうやって来てますけど、いろんな作品をね手作りで全部手作るんですね、はい、でこういう染色もそうですし、はい、ただその使っててる素材をやっぱ天然のものを使うんですよね、うん、はいはい、で今回これも作品になってますけど、はい、本人自らあのご説明していただきましょう。はい、はい、タイダイから、はい、平井さん声張ってくださいね。はい、はい、まあ、なんか一気に怖くなりますね、はい、それ俺らにも伝わってないピリピリしだしますよ。はい、番長のアシストが、そうですよ、ありがとうございます、ね、あちょっと昨日ちょっとね大ファンだ、絡んでる、はい、絡んでる、はい、最大になるんですけど、これの使ってる染液の素材があの環境と人に優しい素材をメインに使ってまして、その材料があの柿渋と、あ、はい、あの柿を発酵熟成発酵させた柿渋と蓮殻と言われる、ちょっとこれも言ってみたら酸化鉄って言われて、要は鉄分で、うん、あの人体に害が少ない材料を使って、それを、うんうん、蓮殻を乳鉢で細かく砕いて、うんうん、それで柿渋が液状なんですけど、それと混ぜて、あとは水で、色を調整して、それを吹きつけて染めてるっていう。すごい、もう聞いただけでめちゃくちゃだけで。めちゃくちゃ手間がかかってる。ね、まさにその通りだ。で作り手と、あの着る側も安心して扱える、はい、あの染めになるんですけど、それで、やっぱり手でするので、ちょっと顔料、その粉がまちまちになるんですよね。だから、普通の製品と違う、染めの製品と違うっていうか、やっぱ独特の、このぼんやり感が、してるんで、うん、はいはい、当然、柄も全部違う、ね。あ、そうですね。一枚一枚ちょっと変わるんですけど、うん、そのちょっと手作り感がより一層出るんで、うん、世の中にあの綺麗なタイダイってたくさんあるんで、はい、ちょっとより一層、なんか、作り手の感じが、一個一個、アソート感は出るんですけど、うん、はい、で安全っていう、うん、提案をさせていただいてます。こういったのって型は別途あるんですか？型っていうか、うん、これは作り方で言うとグリッて、こうでしょ、グリッて、うん、グリッて、絞って、はい、絞ってる、グリッてねじってそれで吹きつけるんですけど、はい、そのねじり方とかで変わるんで、はい、うん、あ、じゃあそしたらその都度その都度変わるけど、はい、でも、はい、もうちょっと同じようなカラーになるのがすごい。あ、まあ確かに、はい、だからそこはやっぱ慣れてるから、おおよそ同じデザインには再現できるけど、はい、
っぱり一個一個差があると。そうですね、すごいな。電子の乗り方がそれとちょっと違うんですよね。うん、そうね、違う。あ、それで、あの、柿渋の抗菌作用がすごくて、うん、あの、やっぱり、体感なんですけど、部屋干しした時の、あの、雑菌の繁殖が少ない気がして、ちょっと匂いが軽減される。はい、はい。僕が科学的に研究したわけじゃないんですけど、体感としてですね。あくまで体感としてなんですけど。でも、抗菌作用はあると言われてます。はい、もし僕これ買ったら1週間ぐらいなんかずっと洗わずに、いやダメだ、それはダメです、それはそういう意味ではない。であと本業がですね、まあ、彼プリントなんですよ。わ、うん、かりますよ。そう、まあこのね、これだからあのあれですよ、視聴者の皆さん、うん、あのワイパーラジオ T シャツ買ってくれた方、そうそう、寺井さんがファンからプリントね、手すりやってくれてるんですから、これ今映ってますからね。そう、鈴木さんが着てる、そう、だからこういう味が出てる。これじゃあちょっと説明してみたら、はい、そうです、これワイパーラジオ買ってくれた皆さん、はい、絶対お喜びですよ。そうそう、ワイパーラジオ、はい、すごくあのロゴ、シンプルなロゴなので、うん、あのステンシルプリント、あの手すり、ステンシル自体を説明した方がいいですかね、うん、あのステンシルっていうのをこの紙を僕こうあのカッターで一個一個切っていくんです ね、はい、切っていって、うん、その切って穴が開いてるじゃないですか、うん、そこにインクを入れていくんですよ、はい、手作業でずっと、うん、しかもそれがあのステンシルって大体スプレーで拭かれてすることが多いかもしれないんですけど、僕の場合もっとあのがっちりプリント入れたい、あ、それするとあの洗濯ですぐ落ちちゃうんですよね、はい、表面にしか乗らないので、うん、スプレーだと。だから僕はインクをスポンジに含んで叩き入れるんですね。あ、要はグッドボディにもう叩き込んでいくんですね、はいはい、それを一個一個手であの版を作って手でプリント入れて、それでステンシルの特性としてちょっと重ねるとうっすら透けるっていうか、はい、他にない独特の風合いが出るんで、それを出したくて、あのシンプルなロゴだけどちょっと重みを持たせるためにちょっとわざと、はい、このグレーのとこよく見るとさ、ちょっとオートなんか濃淡なんだ、濃淡、はいはいはい、これが味だ。そうですね、叩き入れてやっぱ手でやるんで、さじ加減ですね、手加減ですね。これ元はあれなんですか、そしたら全部黒で、黒の上にグレーを乗っけてる、はい、そのレイヤーがあるわけですね、はい、黒の部分、グレーの部分、はい、すごいですね、このワイパーラジオというちょっとふざけた内容、はい、素晴らしい、これ素晴らしいギャップですよ、これね、まさかのデザインの遊びでしかないものがこんなにキャラさんのこだわりが詰まるという、この、いや、これもね、買ってくれたお客さんも大喜びですからね、寺井さんからね、まあ、ね、ご希望あれば、ほら、基本的に寺井さん手作りするんで、うん、はい、また次回とぜひ、ね、高橋さん、鈴木さんにお問い合わせいただければ、はい、あとはこういったね、しまよ柄、はい、まあ、当然こうベストで着る方がほとんどだと思うんですけど、うん、はい、まあ、そういった柄を、まあ、夏でも T シャツにプリントして着てしまおうっていう、これも前回あの版を見せていただきましたもんね。あ、まあこれに近い版ですけど、そうそうそう。これはね、なんで商品企画になったかって、寺さんが着たかったそうです。着たかった。あ、はい、で、すでにこれをね、着たやつを今日持ってきてもらってます。お、お、何回ぐらい洗ったかな ?20 回ほど。20回ぐらい、これを洗ってます、ね、20回ぐらい洗ったやつがあって、どうぞ、比べてください。こちらが、うわ、馴染んでる。すごいよね。すごい。やっぱ、まあ、ボディも当然味わえてますし、うん、ちょっとももちゃんこれプリント触ってみて、はい、失礼します。硬いでしょ。硬い。でもこれ全然硬い。1回洗濯するとほぼこれに近いぐらいになる、うんうん、あ、こんな色は落ちないんですけど、あ、けどちゃんとあるんですね、まだ。すごい、そう、柔らかい、うん、これバイヤーってる、バイヤーバイヤーでしょ。やっぱ尻上がりに上がる。そうだね、寺井さんしかやっぱできな い、すごい技法なんですよ。これもやっぱりそうだね、重ねて重ねてっていうことですね、はい、あの下を全部入れて、うん、黒を入れて、白を入れて、また黒を入れてっていう、うん、ここだけちょっとグラデーション、グラデーション、これすごいですよね、はい、少しだけ黒でグラデーション、これベタって入れるとちょっと面白くないんで、はい、少しだけ、それもインクのさじ加減で、うん、叩き具合でこう表現してるという、はい、だってでもこれもこれもそんなに差がないからすごい再現性が高いです、はい、そうだ、さっきの染めもそうなんですけども、うん、20年ぐらいやってるんですよ彼、はい、だからその1枚作ろうが100枚作ろうがブレないんですよ、ね、もう加減が分かってるみたいな、さすがですよね、すごい、これはもうプロの職人技、はい、いやすごい、寺井さん的にこのグッドンボディのなんかこうやって思い入れが、思い入れが、思い入れというか、そもそもグッドンを使ったきっかけって、まあ、私は知ってるんですけど、そうそう、あ、はい、最初なんか例えばあのまあアリボディって言われてる、はい、普通に巷で購入できるもので最初やってたんですけど、若干薄いっていうか、はい、はい、なんかプリン
と入れてても硬くなりすぎて、でもプリントにボディが負けちゃうんですね。でグッドオンに入れたら負けないんですよ、プリント、硬いプリント、うん、なんかそれで洗ったら馴染んでって、はいはい、もう良くて、お客さんの反応も良くて、はい、もうこれしかないと思って。その負けないっていうのは どこで負けるとか負けないっていう判断基準ってあるんですか？あ、やっぱ、まあ、インクとその米面の相性が良かったかもしれない。結局あとインクも偶然ではあるんですけど、アメリカ製のインク、うん、なんか不思議、やっぱ不思議とそういう風な相性があるんだなって思ってですね。はい、まあ、そういうのがインクもアメリカ製の、そうそうそう、偶然のようで必然に巡り合った関係なんですよ。でそこから20年代ずっとこうやって一緒にお仕事してて、ナスカルのかっこいいですね、はい、偶然のようで必然って言って、はい、そこからのかっこよさとして今なんかそしたら知り合ったのは最初広沢さんが声をかけたとか、そんな感じなんですか？いやいや、あのだからボディを普通に購入してたってことですか？普通にというか、はい、まあ、お店兼工房みたいなやつで、なるほど、そういうことで、普通にお取引を開始して、はい、あのボディを購入いただいてたんですけれども、はい、で、まあ、ある一つでね、はい、まあ、これ言ってもいいのかな、はい、あの長崎出身なんですよ、ね、はいはい、で私あの長崎にお伺いしたところ、はい、びっくりしたんですよ、はい、もうこんなことやってるのってちょっとどぎも抜きまして、うん、はい、でなんかね、機会があれば一緒に、うんうん、ちょっと作品作りませんかっていうところがスタートなんですよね。それがもう20年すごいな。あとね、そういうもう、はい、その古着とかも彼大好きなんですよ、ね、はい、でなんとね、そういうやっぱりこういろんな古着屋さんで眠っている古着を再生させてます。はい、うん、ちょっとですから、いや自分でしないや、なんかもう勢いで言ってくれるのかな。いやいやいや、はい、こちらがまあ古着のツータックスの、まあ、これの場合チノっぽいパンツなんですけど、ちょっと大きめのサイズで、なんかあの、はい、ベルトで締めるとちょっとごわっ、うんうん、なんかオーバーサイズで開きたいけどちょっとごわつくんで、はい、最初これ穴を開けて、まあこんな感じで紐通してたんですけど、最初なんかこの間隔がこのぐらいだったんですよ。そして紐なんか当たるなと思って思いっきり調節したわけ、開けると、そしたら履いた時にここの調節が一個一個で調節がしやくて、なんかこっちだけに寄せたりとか、なんかばらけさせたりとか、はい、そういう風にもできるようになって、デザイン性と機能性がなんかすごい増して、もうウエストしかいじってないんですけど、もうそれだけでいいネックになって、ほらだから古着屋さん行くとさ、そもそもこれウエストいくつぐらい、36とか36とか、はい、絶対みんな履けないじゃないですか、はい、わかります。そういうのを再生させちゃうんですよ、はい、で意外と太いものをウエスト絞って履くと非常に形が綺麗なんですね、うんうん、その問題がウエストだけなんで、ウエストだけ解消させたらもうそれでいいんで、はい、これ自分持ってますけどやっぱ使えます、はい、使えます。これあれですね、広沢さんも持ってますもんね。あ、僕も持ってます、何本も持ってます、はい、でたまにショーツも作ったり、はい、形もよく、結構なんかまた下も、また下は調整してないもん、ね、何もしてない、もう必要がないんでやらないですね、はい、ウエストだけなんですね、はい、まあ非常にあの染めもしちゃう、プリントもしちゃう、ミシンも踏んじゃうっていう、すごいで、ベルトも作っちゃうとか、あ、そう、ベルトも作っちゃう、2人とも今日すみませんこれすごいですよ、毎回なんか結構すごいなと思うんですけど、これベルトって作ってる、そう、かっこいいなと思ってます、キセのベルト、こんな感じで、テレサの方にここになんかフェザーとかも入れたりとか、はい、おしゃれ、おしゃれでしょ、毎回欲しいなと思いながら、このベルトどこのっていう感じで見てる、バイヤーバイヤーはい、あとこんなベレー帽も作ってます、はい、ああっぽい、なんかイメージあるんですよね、はい、このベレー帽の、はい、寺井さんのやつ、こちらはあのイタリア軍のコットンサタンコート、おあおはいはいはい、実はワイパーさん、あ、そうそうそう、はい、うちのね、はい、ミリタリーネタが取材になってる言葉ありますから、はいはい、結構寺井さんね、はい、ワイパーさんから素材を仕入れて、はい、再生させてたりする、はい、ミリタリーが化けてます、はい、はい、まあ、いつかねこんなのもね、コラボとしてできたら、ね、非常にいいんじゃないでしょうか、そうですね、寺井さんとうちの番長の、そうですね、誰がタッグを組めば、はい、元変態級のこだわりが詰まったアイテムがすごいもんなんか出てきましたね、はい、もうこのツーショット見ただけでもう多分ただものじゃないかなただものじゃない、はい、で、まあ以上でございます、はい、はい、まあ来年もね、盛りだくさんですが、すごいですね、いかがでしたか、いや、さすがです、はい、楽しみ、ごめんなさい、出しゃばいや、おのおのね、多分あの気に入っていただいたものがあると思うので、はい、前回みたいにやっちゃいますか、皆さんちょっと、はい、あの着てみてください、はい、はい、来ました、着てみよう、いっせー
はい、ということで今回グッドオンの展示会にお邪魔してきました。はい、まあいつものように広沢さんに喋り倒していただいて、はい、ただ今回ですね寺井さんも喋り倒したっていう。なかなかない。めちゃくちゃないです。ですね、これもう5年分ぐらい喋りましたもんね。そうですね、5年いきました。20年付き合ってるのに。こんなに喋った。恥が多くなってます。2年ちょいの自分でさえ喋るなと思いましたね。それぐらい貴重な、今回動画が撮れてますから。絶対明るみに残しちゃってる。そうですね、間違いないです。はい、まあ、今回もいろいろありがとうございました。はい、いや、とんでもないです。ありがとうございます。来年ね、はい、ファンの皆さんにいいものをお届けできると思います。はい。はい、バイヤー、バイヤー、バイヤーお願いします。バイヤー。はい、ということで、はい、今回の動画楽しかったな、良かったなと思う方は皆様ぜひグッドオンよろしくお願いします。はい、ということでまたグッドの展示会の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。